大賞と昭和の大礼記念賞を付けた浜口友好記念賞は日本国政府が行う表彰のうち国家的行事への参加者や国家事業の関係者を事与大象として将軍局が所管の法令によって制定、発行した記彰。ただし将軍局以外の官庁が同局所管の法令によらず各官庁の設置法及び賞 朝礼を法的根拠として行う表彰に際して、個人に贈られる気象、あるいは、地方公共団体、企業、法人その他の団体において記念すべき事柄に、際して制作され、関係者に反封、授与、または贈呈される気象の中にも、名称に記念章が付くものがある。これらの記念章は、制定している期間により、形態は様々であるが、主に、廃章式、略受式、 バッジ式の形態が取られている。例えば、表彰を受けた自衛官が防衛省制定の防衛記念章を着用する例が見られる。その他、消防関係団体の記念行事において、委員、団員に反布されているほか、国大会祭時に主催者が出場選手、関係者に反布、授与するために制定、制作されている。また、 商君局が発行した記念章であっても名称に記念章が付かない例もある。現在では、永年勤続した地方議会議員や、その他、消防理員、消防団員などへの表彰に際し、表彰機関から授与、贈呈される場合、または、表彰を祝して受け明ら社の関係者が受け明ら社への記念品として贈呈する場合もある。商君局所管の記念章は、 大日本帝国憲法の発布に伴って1889年8月2日に制定された大日本帝国憲法発布記念章に始まる。同章の制定を求めた1889年7月8日の将軍局正義では帝国憲法発布の議派構成の大典なりすなわち、この公営を記念せしむるため一種の記章を制定。セラレギ式に3列並び完兵式に出場。 セシモノヘハンチ、ヨヘラレ公栄、破敵等とアリコーとその趣旨が解かれるとともに、ヨーロッパ各国が君主の即位や憲法発布などに際して、勝敗を発行する例が列挙されている。これ以降、日本の政府は、天皇即位などの国家的行事及び国家事業の挙行に際して、記念書を制定、発行し、参加者や関係者へ授与するようになった。 記念章は全部で12種類が制定され、いずれも金属製の本体である、アキラ、章と樹を連結するための缶、左胸に廃用するための樹から構成された。その図用や授与対象者の範囲は、都度直例により定められ、製造は、造幣局が担当した。廃用は授与された本人のみが可能で、子孫はこれを保存することについては許された。また、授与に際しては、 将軍局から記念章の証も同時に発行された。ただし、最後に制定された1942年の詩が、事変記念章は1946年に廃止された。ほか、朝鮮統治に関わる、皇太子都間記念章、韓国併合記念章、朝鮮昭和5年国政調査記念章及び、第一次世界大戦での戦勝を記念した、戦勝記章については、現在では、 核制定法令が実効性を喪失したとする政府解釈が取られている。第二次世界大戦後には日本国憲法公布時に記念書を発行しようとする計画があったが実現しなかった。その後も、1959年の皇太子、秋人新王と翔太道子の成婚や1968年の明治100年、1976年の 昭和天皇在位50年といったイベントや節目の際に記念賞を求める声は上がったものの、将軍局所管の記念賞はいずれも制定されず、代わりに記念貨幣が発行されている。しかし、第一次、小泉内閣における、栄点制度のあり方に関する懇談会の提言を受けた、平成14年8月7日、閣議決定には、国際的な災害救助活動などに参加したものに、 対して、その自責を表彰するため、気象等を活用することについて検討する。という文言が盛り込まれている。大日本帝国憲法発布記念賞表面裏面、表面裏面1889年11月25日付で、獅子戸へ授与された大日本帝国憲法、発布記念賞授与の証し最初に制定された記念賞である。種印制作は、江上源次郎と、牧田一太郎。 章の表面の工業座の図は、憲法発布式が行われた、明治宮殿聖殿の玉座である。創生作数は皇族へ授与する、金明が18個、それ以外のものへの銀章が2251個であった。大根25年祝典の章表面裏面、表面裏面大根25年祝典の章、表面裏面表面裏面1894年3月9日付で、獅子戸へ授与された。 大抗25年祝典の賞の寄進制作は池田隆夫。総制作数は後続へ授与する金明らが33個。それ以外のものへの銀賞が1301個であった。皇太子都間記念賞表面リメンジュの配色実行性創出。韓国併合記念賞表面リメンジュの配色実行性創出。1910年の韓国併合記念の表彰として。 制定された。原型政策は佐藤岩尾。大正大霊記念上表面裏面大正天皇即位の大霊記念の表彰として制定された。表面の種印政策は池田隆雄裏面の原型政策は佐藤岩尾。戦勝気象表面理念1920年11月1日付で平賀譲れ授与された戦勝気象の証実行性喪失。 第一次世界大戦における同盟及び連合国の勝利記念の国際表彰として特別に設けられた。原型政策は、畑小吉。総政策数は19万3300個。ジンタオの戦い及びシベリア出兵に従軍したものへ、授与された大正34年従軍起承とは異なる。第一回国政調査記念賞箱表面裏面第1回。 国政調査実施記念の表彰として制定された。章の表面の国史の図は、日畑節子が第一回国政調査記念切手の制作に際して、日本初期より、大化の改新の時期にあたる大化元年9月更新の、日の検視者を諸国六民元数という記述に取材して、高橋賢治と共に再現した大化年間の国史の姿を、畑小吉が原型制作したものである。 昭和大霊記念賞箱表面理面昭和大霊記念賞箱表面理面1928年11月24日付で平賀譲れ授与された大霊記念賞の明石昭和天皇即位の大霊記念の表彰として制定された。原型政作は畑昭吉と山田賢夫。総制作数は7万個余り。帝都復興記念賞箱表面理念1930年3月に 関東大震災後の帝都復興事業が完成したことに伴い関係者を表彰するため制定された。原型政策は、畑小吉。総政策数は3万個。朝鮮昭は5年国政調査記念賞実行制、創出。1930年、朝鮮における最初の本格的な国政調査実施記念の表彰として制定された。同期年賞の衣装は、 章の理面を除き、第1回国政調査記念章と同じである。理面の原型政策は、宮島9七。紀元2600年祝典記念章箱表面理面,面1940年8月15日付で、平賀譲え授与された、紀元2600年祝典記念章の明石紀元2600年を記念して制定された。次に制定された品ナ変編記念章が発行。 授与されることなく廃止されたため、事実上最後の記念章となる。原型製作は、旗小吉。章の表面の図雲中に見える、九中三殿と宮城及び二十橋は、万宝無比の国体、五歴代の五位列、彫刻の遊園、大井五一などを、樹の配色は、発光位中を表現したものとされる。章の製造は、造兵局が行い、組み立て仕上げは、 民間業者に委託された。総制作数は約20万2000個で、うち女性用は1600個余りであった。シナ事変記念賞表面リメンジの配色正義段階でのリメン図案。シナ事変15号公記賞と記されている。最後に制定された記念賞である。原型制作は加藤正美。賞の表面の多くは億国民の十五の積成を、 表現したものとされる。1942年7月6日、15において、総力潜水艦の業務に従事し軍務を補助する、ものを表彰する記念章が必要であるとして、シナ事変15防空記章の制定を求める、将軍局正義が出された結果、シナ事変記念章の名称で制定されるに至った。記念章制定の背景には、それまで軍人、 軍属以外の者が軍務を補助して功績を挙げた場合、その表彰は従軍者同様に従軍気象の授与でもっぱら済まされていたのに対し、日中戦争に続いて太平洋戦争へと戦線が拡大した当時、国家総動員法の下で国民の軍事的、奉仕活動は従前の戦争よりも大規模化、多様化したため、特別に記念章を設けて、 軍務補助に貢献があった者へ授与する必要が出てきたことがある。観光職、議員、防空、警防関係、観光、出版物関係、貯蓄金融交際関係、学校、青少年団、宗教団体関係、農林水産業公共団体関係、商工業公共団体関係、電気、通信、船舶、航空関係、鉄道運輸関係、 軍人援護社会事業関係、その他、というように官民や内地、外地の区別なく、合計約470万人という広範囲かつ、多数の人々に同省を授与することが計画されていた。将軍局が提出した書類の上では、先に定められた死な事変従軍機章との関係に注意が払われ、両者の区別を明確にする必要から、 シナ事変従軍記章の受賞者へはシナ事変記念章を授与しないこととされた。その後、シナ事変の故障が大東亜戦争へ九州統合され、1940年4月29日以降のシナ事変従軍者の多くの論功交渉が大東亜戦争のそれに一括されると従軍記章や記念章を定めた直例も改正され、新たに制定された大東亜戦争従軍記章を 授与された者にはシナ事変従軍記章及びシナ事変記念章を授与しないこととされた。しかし実際にはシナ事変記念章の授与に必要な創生の手続きは行われないうちに廃戦を迎えることとなり、そのまま1946年3月29日シナ事変従軍記章や大東は戦争従軍記章とともに廃止された。日本国憲法交付記念章案、 表面裏面計画段階で未制定に終わった記念章である。日本国憲法交付を控えた1946年10月第1次吉田内閣において新憲法交付を表彰して記念章の制定を目指す動きが起き、2000個発行する計画と直霊やも及び畑小吉によるデザインが作成された。これに対して当時日本を間接統治していた。 連合国軍最高司令官総司令部は、占領政作下で使用が凍結されていた言語、材料とした点に難色を示しつつもはじめは、容認する方針であったが、後に需要対象が限定されていることを問題視する、以降を将軍局に通知したため、結局記念賞制定の計画は撤回されて、実現しなかった。同省の制定計画の頓挫も含めて、戦後の商君局は、 記念賞を制定していない。大韓帝国の記念賞、構想政治50周年記念賞、構想無知六春、当局40周年記念賞、皇太子カレー記念賞、順州即位記念賞、順州南西巡航記念賞大韓帝国では、清からの独立より、韓国併合までの間に、五種の記念賞が制定された。満州国も日本同様に、 同国の直令により各記念賞を制定、発行した。召喚、高級商工を中心に日本軍人の受賞者も多い。建国功労賞満州国建国の功労記念として制定された。大天記念賞愛新格羅不儀の満州国皇帝即位大天の記念として制定された。皇帝法日記念賞表面裏面 満州国皇帝となった富儀が1935年4月に日本の皇室を訪問した記念として制定された。ひなご実像のデザインをもとに、原型製作は表面を加藤正美が、裏面は磯崎正宏と加藤が担当した。建国新病創建記念賞表面裏面1940年の建国新病創建の記念として制定された。 国政調査記念賞表面裏面1940年に満州国で最初に実施された国政調査の記念として制定された。1939年に成立した盲古連合自治政府では政府樹立に功労のある者への表彰として始め立て功労賞を制定、授与した。自衛官が着用する防衛記念賞については該当項目参照のこと。 また、予備自衛官が着用する記念のための記章としては、予備自衛官金属記念記章があり、幕僚長表彰に係る第2号、方面総監表彰に係る第3号、地方協力本部長表彰に係る第4号がある。会場保安官は、表彰を受けた際、職員賞の下に2つまでを限度として、表彰記念賞を廃用することができる。 防衛記念賞及び消防団員の表彰歴書が個人の購入によるものであるのに対して、海上保安官の表彰記念賞は海上保安庁による対応品となっている。ありがとうございます。